東大へは1927年にバージニア・ウルフによる長編小説である。この作品はラムゼー一家と彼らが1910年から1920年までの間訪問したスコットランドにあるスカイ島までの出来事を中心に展開される。マルセル・プルーストやジェームズ・ジョイスらのように現代小説作家の伝統を継承、発展しており、東大への物語の筋は その哲学的内観に比べあまり重要ではない。意識の流れの文学的技法を代表する例として引用される。この小説は短い対話部分を持つが、ほとんどアクションがない。すなわち、ほとんどが思考と考察によって占められている。子供時代の感情を呼び起こし、大人の人間関係をあらわにする小説である。この本のたくさんある比喩やテーマは、消失、主観性。 そして感性に関する問題である。1998年、ランダムハウスモダンライブラリーは、東大へ、を、20世紀最高の小説ベスト100のリストの15番目に、登録した。2005年には、雑誌タイムにおいて、1923年から今に、至るまでの、英語小説ベスト100に選出されている。この小説は、 ヘブリディーズ諸島のスカイ島にあるラムジーの夏の別荘を舞台にする。このショーはラムジー夫人が息子のジェームズに明日こそは東大に行けるはずと約束したことから始まる。彼女の言葉はしかし、夫ラムジーが確信を持って言った明日は天気が悪くなるという言葉によって反対される。彼の意見はラムジー夫妻間、ラムジー氏とジェームズ間に一種の緊張を生み出した。 この出来事は、ショー全体のいろいろな場面、特にラムジー夫妻間の関係に関わる部分に大きな影響を与えることになる。ラムジーと彼の8人の子供は、たくさんの友達、同僚とその別荘で顔を合わせた。そのうちの一人である、リリー・ブリスコーは、ラムジー夫人とジェームズの肖像画を描こうと試みる。若く、頼りない画家として小説に登場する。 彼女はこの小説を通じて疑いを持つようになる。主にチャールズ・タンに接して芽生えた疑いだ。タンスリー自身は哲学の教授であるラムジー氏と彼の書いた論文のファンである。この賞は盛大な晩餐パーティーによって締められる。客として訪れた詩人、オーガスタ・スカーマイケルが2杯目のスープを頼んだ時、ラムジー氏はあと少しで彼に噛みつくところだった。 ラムジー夫人も自身が約束して連れてきた知人であるポール・ライリーとミンタ・ドイルの二人がミンタが祖母のブローチをビーチでなくしたことが原因でパーティーに遅れたことで不機嫌であった。第二章は時の流れ、不在、死について読者に示唆する。十年が経ち、四年間の第一次世界大戦が始まり、そして過ぎ去った。ラムジー夫人はこの世を去り。 彼女の子供のうちの二人もまた、プルーは死産で、アンドリューは戦争でそれぞれ亡くなった。ラムジー氏は、研究する哲学の広大さが彼にもたらした恐怖と苦悩、それらによって起きる発作の発症中に彼を励まし、慰めてくれた妻をも失ったことで、あてどなく取り残されてしまった。東大の最終章では、生き残ったラムジー一家と何人かの客たちが、 第一章で皆が集まった時点から10年後に夏の別荘に再度集まった。ラムジー氏はついに娘のカムと息子のジェームズを東大に連れて行くことを10年越しに計画する。東大への訪問は子供たちが準備をしていなかったため実現しないようにも思われたが最終的には結行された。その訪問中、子供たちは彼らを無理やり連れてきた父へ反発し沈黙していた。 しかし、ジェームズがボートをうまく操作すると、父からは、彼が予測したような厳しい言葉でなく、逆に賞賛の言葉をもらった。このことで、珍しく、父と息子の間に、共感の気持ちが生まれ、娘、カムの父に対する態度も、怒りから最終的に敬愛へと変わった。彼らには、小ぎ手のマカリスターとその息子が同行した。その息子は、旅中に魚を捕まえた。 彼は捕まえた魚から釣り絵のための肉塊を切り取り傷ついた魚を海に返した。彼らが灯台へこぎ進んでいく中、リリーはついに小説の最初の頃から心に留めていた肖像画を完成させようと試みた。彼女はラムジー夫妻に関する彼女の記憶をもう一度思い出し10年前の様々な印象を加味することでラムジー夫人と人生に関する 客観的な真実に近づこうと努力した。絵を描き終わった頃、その絵に満足させられた彼女は、何か過去の遺産を画中に残すことよりも、自分のビジョンをそのまま投影することが、自分にとって一番重要なことだと気づいた。ウルフの小説の大部分は、視界にあるものに焦点を当てることよりも、視覚の手段を調べ、見るという動作から人を理解しようとする。 考えを理解できるようになるために、著者は自身が見たものに対しどのような言葉、感情が胸に湧き上がってくるかについての考えと、観察に十分な時間耳を傾けるだろう。そうウルフは日記で明かしている。このものの見方についての吟味はしかし、外部から独立した、親しい間柄での対話にのみ限定されるものではなく、人間関係、激動する、感情空間にまで及び、 他の一人の人間の本当の理解につながる。本中の二つの章は、この不完全な吟味の波及の瞬間をうまく捉えたものとして結出している。一章の終わりの方で、ラムジー夫妻が一緒に過ごす中での、彼らの間の無言のやりとりと、リリー・ブリスコーが、小説が終わりに近づくにつれラムジー氏が抱いた、共感への欲望を満たすため、もがきながら努力したことが挙げられる。この小説は、 全知な存在の視点からのナレーションがない。その代わり、それぞれの登場人物の意識の流れの視点に、次々と乗り移っていく形で小説の構造が展開される。視点の切り替えは、文中ですら行われることがあり、その切り替えようは、灯台が光を旋回させるようとある意味に似ているとも、言える。しかし、ジェームズ・ジョイスと違い、ウルフは、登場人物の思考の手順を、 つ切りの断片的な一節で表そうとはしない。彼女の手順はもっと叙情的な言い換えによるものだ。前置な存在の視点が欠如していることは小説のすべての部分で読者に対し明快な指針があるわけではなく、大部分が道徳的に不透明な小説であるため、登場人物の展開を通じてのみ、我々読者が考え、視野を構築、開拓することができるということを表しているのだ。 第一章では、登場人物の経験と、実際の経験、取り巻く環境、これらの間の関係性の描写に注力されているが、第二章、字は過ぎるでは、登場人物が、先の関係性において言及されることがなく、出来事を異なった視点で表現している。その代わり、ウルフはこの章を、どの登場人物との相関性もない第三者の視点から描き出しており、出来事を、 時系列に沿ったものとして認識されるように仕立てている。そのために、第三者の語り口は、どこにも、焦点を合わせず、歪められたものであり、ウルフの言う、私たちが関与しない時の生の一例になっている。ゴッドレビーライトハウスワットサンセットウルフの、東大へ、の執筆は、彼女の両親に関する解決されていない問題への、理解と対処から始まった面も一部ある。そして確かに、 本文中には、彼女の実際の生活と類似している箇所が散見される。彼女が、両親、家族と一緒に、父親が別荘を保有していたコーンウォール州のセントアイブスを訪問したことは、おそらく彼女の人生の中で一番幸せなひと時であっただろう。しかし13歳の時に母親を亡くし、父親、レズリー・スティーブンも、ラムジー氏のように、 塞ぎ込んで自己憐憫に陥ってしまう。ウルフの姉、バネッサベルは回想で、ラムジー夫人が登場するショーを読んでいたときは、母親が死から蘇ったかのように錯覚したと記述している。彼らの弟、エイドリアンは、小説中のジェームズが東大へ行きたいと熱望し、旅行の中止を受け落胆したのと同様に、ゴッドレビー東大への旅行が許されなかった。 リリー・ブリスコーの絵画のための目想はウォルフが自身の創造的なプロセスを探求する一つの手段である。なぜなら、ウルフが執筆に抱く思いが、リリーの作画に抱く思いと同じであるからである。ウルフの父親は1882年、ウォルフの誕生日のすぐ後、セント・アイブスにタラントハウスを借りた。その家は次の10年間、ウォルフ一家の夏の間の陰性所として住まれることになる。 灯台の本文の主な舞台であるヘブリン島にある家はウルフがこのタラントハウスをモチーフに考えついたものである。海につながる緑色の庭、海そのもの、灯台などたくさんのセントアイビスワの実在する特色ある事物が小説に登場する。確かに小説中ではラムジー一家は戦後スカイ島にある家に戻ることが できたが、スティーブンはその時タランドハウスを手放していた。戦後、バージニア・ウルフは新たな持ち主に彼女の姉、バネッサを迎えたタランドハウスを訪れ、その訪問は両親が死んで長い時が経過しても繰り返された。ウルフの最も自伝的な小説である、この作品の総行を完成させるに際して、彼女自身が、 私が書いた本の中で迷わず一番と言える一冊と表現し、彼女の夫、レナード・ウルフは、傑作、完全に新しい、自助的な歌と考えた。本が、夫婦が一緒に1927年、ロンドンのホガース出版社にて出版した。初版は、75インチの320ページ想定の、本3000冊で、青いクロス製本であった。その本は、 それまでの彼女のどの本の売り上げをも超過し、彼女の車の購入を可能にした。ありがとうございます。